マロちゃん、なついてる？くるぶしです。サノちゃん、ごめん、もう。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。マロちゃん、なついてる？くるぶしです。サノちゃん、まだ舐めてる？ちょまろです。はい、ということでですね、今日もくるちょもチャンネル始まりましたけれども、始まったぜ、もう終わるけどな、はい、もうダメ。まだ結構自粛してます？4月、5月が 0% みたいな感じで、うん、6月になって 5% とか、7月でやっと 15% から 20% あー、20% ぐらい、いますわ、ほぼおうちに。おうちにいますね。いや、そうですよね。なんか、一応開けたといえ、なんか開けたのか開けてないのかよくわからない状態で。おっと。ステイホーム取れ高持ってますね。よろしくお願いします。今回はですね、うん、自粛期間中に、ちょっと買ったので。何回脱いだか？ごめんね。何回だろう。一日俺ね、平均 2.5 回なんですよ。くるちゃんへの差し入れは箱ティッシュをお願いします。で、まあ自粛期間中に買ったものでお互い良かったもの、うん、ベスト3紹介していきたいと思いますんで、うん、行きましょう。レッツゴー。クルブスから、第3位からこちら、じゃん。クルマの、スニーカーリックでこの靴紐を締めるタイプのスニーカーです。定価が16,000円、うん、俺が買った時は49、49,000円、あのそう、12ちゃんの北社長じゃないんだけど、39,800円、19,000円。でこの自粛期間というか、7月31日まで、なんと3級に落ちてました。おっとめっちゃ安いと思って。結構ダットシューズって今流行ってるじゃないですか。このおじさんっぽいでっかいスニーカー。履いてみても結構割とね、いい感じで。まあ俺ももともと ABC マートで働いてたから。ABC マートって名前やらしいよね。ABC、セックスってこと？ごめんね。元がやっぱり16,000〜17,000するんで、履き心地的にも結構良くておすすめ。今はちょっと8月になって値段がいくら上がってるのか分からないんですけど、よかったらチェックしてみてください。今日までの第3位はこちらです。砂時計に。サラ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 こちらから5分、4分、3分となっておりますね。いい？わかんない、でもね、なんかね、砂時計って眺めてるだけで癒される感じ。この落ちていく感じ、ね、そう、落ちていく感じがあって、こうぼーっと見てられる感じでね。ただこれニトリで、確か1000円いくら。安いですね。めちゃくちゃ安くて可愛かったから、これはちょっと普段こんな買い物しねえけど、あたしゃ買うよと思って。この間一緒に。そう、この前クルちゃんと一緒にニトリ行った時にね、インテリアとしても映える感じの。じゃあベストじゃないですか、これ。そう、これはベストバイです。ベストバイ。ベストバイ。自粛期間で家にいる時間も多いので、少しでもこう居心地のいいものにしようと、もうこのまま私撮影せずにずっと眺めて。メンヘラアイテムです。第2位ですね。こちらです。ショーパーラストオブアスパートフォー。はい、こちらですね。AV ですか？ごめんね。AV では、最近ブルーレイの AV もありますけど、プレステ4のゲームです。これゲーム実況とかやったりするんですけど、まあ怖い。うん。チョモちゃんが、一回見ました、ね。配信したら、味噌汁来ました。怖いんだけど、すごく人間ドラマが良くて、このパート1、これ最初ね、プレステ3で出て、もう20周、30周はしてるゲームで。クールちゃんって意外とゲームやってるよね。そうね、やるときはやるんだけど、やんないときはやんなくて、これは特に好きなゲームなんですよね。やるときはやんないときはやんない。映画にのめり込んでるような作品は好きで。このゲーム何がいいかっていうと、画面がゲームっぽいカーソルみたいなのがほとんどないんですよ。ちっちゃくて。自分がもうその世界にいるような感じ。もうゲームそれはどうやって把握したらいい？
あの一応見れる方法はあるんだけど、通常のプレイ画面はほとんど出ないっていうか。なるほど、そういうことね、うん、ホラーゲーム好きな方、あとインディ・ジョーンズとか好きな方も結構いけると思います。へー、うん、アクションも、謎解きもある、ゲームになってますんで、ぜひ買ってみてください。まあ結構売れてるんでね。ストーリーがちょっと炎上してますけれども、敵役の女の子の声優さん、うん、今殺害予告されてますから。あの外国で炎上してなんで？ワンのね、このおじさんの主人公がいるんです。これがね、メインの主人公なんです。これ2で序盤でこのおじさんがその敵キャラクターに殴り殺されるんです、ゴルフのあれで。そっからもう大炎上。ジョエルっていうキャラクターなんですけど、ジョエルなんてことをしてくれてるんだっていう、ただ声優やっただけですよ。もう怖い。そうなんですよ。人間が一番怖い。その女の子はなぜこいつを殺したかというと、ワンの最後にジョエルっていうキャラクターが殺した人の娘なんです。あ、なるほどね。はい、復讐。じゃあもう親の仇やそんな。そうなんですよ。しゃあないよ。そう。で、この子もジョエルを殺した女の子に最後復讐しに行くと。あの復讐の嵐というね。なるほどね。あの今までで一番いい商品レビュー。行きますね。まあ、好きなだけのことは。よかったら1からやっていただいてね、あの2も2だけでも楽しめると思うんで。なるほど、ね、はい、という感じです。第2話ラストバスパート2ということで。へぇー、こんなに言葉数喋ったら寂しさやこれはマジで買ってよかった。おぉ、第1話です。ハハ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 画面なんですよ。なんていうの、あの